アリミのブリーチ120とアリミのブリーチ OX6%、 アリミのブリーチ OX1% を使用したショートリタッチテクニックをご紹介します。リタッチ幅2センチ以内のショートリタッチの際にご活用ください。全体のプロセスはセクショニング、枠塗り、リタッチ、チェックの順番で行います。セクショニングは前後左右の4セクションに分け取ります。シンプルでベーシックなセクショニングですが、ブリーチの均一なベース作りのためには重要なプロセスになるので、左右均等に、パートラインもきれいに分け取りましょう。また塗布順は左バック、右バック、右サイド、左サイドの順で塗布を行います。枠塗りはセクショニングのパートラインに合わせて枠を縁取っていくプロセスになります。特にパートラインの周りは塗り残しが起こりやすいので、枠塗りをしておくことで綺麗な仕上がりにつながっていきます。また最初に全てのセクションを枠塗りしてしまうと、顔周りなど明るくなりすぎてしまうので、セクションごとに枠塗りとリタッチまで済ませてから次のセクションに移りましょう。ブリーチのリタッチでは素早く全体に塗布をしていきます。スライスはパートラインの重なるクロスポイントを中心に、1センチ厚の前上がりスライスでトップからネープに向かって塗り進めます。塗布はオンベースでしっかりとテンションをかけます。根元から基線部との境目、ディバイディングラインまでを塗っていきます。ブリーチリタッチで一番大事なことはスピードです。慎重なテクニックが必要な根元の生え際やディバイディングラインは 1,2 ミリほど開けておきます。前頭リタッチの塗布時間の差が少なくなるように塗布していきます。リタッチの塗布時間の目安は一人塗りの場合でも10分以内を目安に時間を意識しましょう。また刷毛の動かし方にも上達のコツが隠れています。アルカリカラーのリタッチ塗布では刷毛を滑らせてディバイディングラインをオーバーラップするように塗布しますが、ブリーチリタッチでも同様に行ってしまうと、オーバーラップした部分だけが明るいラインになって仕上がるため、オーバーラップさせないことが重要です。ブリーチリタッチの際はリタッチ部に押し込むように塗布すると、オーバーラップさせずに塗布することができます。これらのポイントを押さえて枠塗り、リタッチの順で半時計回りで一周していきます。チェックは最後のプロセスでクロスチェックをしながら根元の際まで塗布を行います。スライスは1センチ厚の前下がりスライスでネープからトップに向かって塗り進めていきます。チェックでもオンベースで持ちます。リタッチ塗布時に開けておいた根元 1,2 ミリを刷毛のブラシ部分やコーム部分を使いながら丁寧に根元を塗布していきます。また同時に塗り残しや塗布量のムラがないかチェックも行い、塗布量が少ないところには薬剤を足していきます。この時も基線部にオーバーラップしないように刷毛の動かし方には注意しながら塗布しましょう。またリタッチ後のスライスでは根元の向きが不揃いになっています。ここにも上達のコツが隠れています。テンションをかけながらパネルを上下に動かすと、綺麗に根元が揃って塗りやすくなるのでおすすめです。最後にアリミのブリーチ OX6%、 アリミのブリーチ OX1% を使った放置時間の目安をご紹介します。アリミのブリーチ OX は一人でも慌てることなく落ち着いて均一なブリーチベースを作れるように、リフトスピードが従来よりも穏やかに設計されています。放置時間30分から40分程度で16レベル程度までのリフトが可能になりますので、希望明度に合わせて放置時間を設定してください。この他にもブリーチテクニック別のハウトゥー動画をご用意していますので、ブリーチ塗布にお困りの時はぜひご覧ください。